なんか自分超小心者なんで、なんかすぐ頼っちゃってるんだと思います。なんかいろんな人の意見を聞いて、それをまずやってみよう。そっちの方が早いんじゃないかなって。まあその、早いというよりかは、でもその人ができてるからっていうのがあるんですけど、そうだね。なんかそこに甘えないようなやり方もやってみようかなっていうふうには思いますね。まあでもありがたいことになんか自分はなんかいろんな練習に参加させてもらってて、なんか皆さんからすごくありが環境をいただいているので、なんかそういうところは一番自分が表現しやすいのかなっていうふうにも今思いましたね。まあ、本当に下川さんの言うように、ちょっと情報社会になっちゃってるのかもしれないですね、セパに関してもそうね。だね。確だかに。から、例えばね、今、市川ともよくいろいろ相談して話してアドバイスもらってるって言われた、今までのアドバイス、じゃあ全部やれたかって言ったら、多分やれてないことの方が多いのかなあ、と思うんだよはい。ね。でも、それって全部やれないと、本当の意味にたどり着かないから、陽太が言ってるここに関してはこういうふうに入り込んで打ってるよっていうのを本気でそれやったかどうかっていうのは重要だと思うんだよね、浜田にとっては。それをちゃんとやり抜いた時に、あ、これは自分のプレスタイルに合わないからこれはやめとこうとか、あ、これはすごくいいから継続しよう、自分なりに習得しようっていうふうにやる。正解はないから、人には自分で正解を作んないといけないから。なんか今の学生とか、いや、わからないですけど、アンダーの子たちっていうのは、なんか、もしかしたらそういう子たちが多いのかなっていうふうには、僕も含め思いました。そうだまあ、よ。違う人がいたら違うって言ってほしいんですけど、コメント欄に。言ってほしいんですけど、でも、多分そうだと思います。でも確かにその今おっしゃってくれたように、その、いっちーくんに教えていただいて、表現できた時もあるんですよね。で、それがやっぱ有効だとして自分も感じたし、いうとこもあるからこそ、なんか、まあでも頼っちゃうのはいけないなっていうふうには思いました。でもみんな優しいからめっちゃアドバイスしてくれるんですよ。めっちゃ情報が少なくなっちゃって。そうよ、平気で情みん報過な多だな。確かにな。みんな平気でね、5年6年とかかかった技術をね、10分そこらでみんな平気で教えてくれるからさ、普通教えてくれないじゃん、絶対、普通のスポーツ業界は。だからその分やっぱり聞いた分はやっていかないとだよね。あの人が言ってたのってどういうことなんだろうみたいな、いうところまでやれる探求心というかは、分かってあげないと、教えてくれた人に対してもなんか、次のネタにならないじゃん？この間、市川さんが言ってたやつ、ようやくできましたよ、みたいな。それからどうするんですか？みたいな。なるけど、この時どうするんですか？あの時どうするんですか？って言われても、まず、まだ一つもできてないじゃん、みたいになっちゃうとさ、次のステップに登りづらいと思うけど、最よ初くのある方めちゃね。くちゃ言われましたね。まだその前だよって。まだその前で 言そわんれなてんのじゃこねのえ前。かよ そうだよね。ヨータもいろいろ考えてるからね、あの人。一人でね。変態だから。だいぶです。人がつくぐらい変態なんで。でもすごくなんかありがたいですね。ローリングの選手も多分きっと多くて、今、昔に比べる。たら全な然んで、多いよ。いすぎだよ、ちょっと。お前だろ。はじめはお前だろ。確かに。林さんに憧れる人結構多いと思いますよ、今の子たち。それはすごく嬉しいし、ありがたいからこそよ、本当に求めてほしいんだよ。ああ、林さんみたいにパンチのあるアタック、ローリング決めたいなっていうのでパンチに走るのは違うよっていうのを、こう気持ちはね。そこは、結果としてそうだからっていう。それまでに、いろんなもうコートに入るところからだからっていう、レシーブのところから全部つながってるからっていうところまで、くっつけてくれたら、ああ、目指して、こうね、やってくれたらなっていうのが。だからせっかくローリングやってんだったら、もういけるところまで登り詰めてってほしいなっていう。俺7年かかっちゃったから。7年を数時間に収めていただければ、みそんのな。分未来に、確かに表現できないと意味ないですよね。
まあ、この間前に浜にもさ、大会会場かなんかにこういろいろ聞かれた時があってさ、口で今までやってきた、何年やってきたことの答え言うのはすごく簡単だし伝えれるけど、伝わらないだろうなっていうふうに半分思いながら、まだ数年始めた子にね、まあ、例えばこの間のタジーさんの話でも、こうボールを長く触ってっていうふうな話をさ、言われてもさ、1、2年の子に、でもそれが答えなんだよっていうふうに周りから言われてもさ、絶対わかんないじゃん。そうですね、わからないですね。触ってないんだから、まずそれだけの時間。だからどういうことなんだろうって、もうその言葉一つに求めてずっとやり続けるみたいな感じになっちゃうかもしれないけど、だからまあアタックに関しても多分いろんな答えはあるけど、まあ、口で言うのは簡単よ。もうあとは自分の体で表現できるかだから、まあどう表現したいかっていうのを浜田が見つけてやるしかないね。うん。ありがたい限りです。いやなんか深さにどんどんはまっていってるなって。なんかまあ個人的に体験会とかもするんですけど、なんかその体験者の人が、うん、没入感やばいね、セパタクロって。それはあるかもね。まあ、それをどんどん売っていったら、売っていくっていうよりか、まあ、広めていったら、セパタクロの素敵さっていうのは、なんか、それこそ研究、個人が研究できるまでに行ったら、もうその人は多分没入して、セパタクロやってるんだろうなってイメージがパッと湧いたというか。うん、まあ、自分もその一選手であり、うん、多分難しいイコール多分没入感なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。サッカーで僕も頑張ってきたんですけど、それが全くもって無効化されてたんで、セパタクをやることによって、うんうん、難しいっていうか、なんなんちゅうんだろうな、ちょっと違うんだよな、うん、自分ができないことに対してじゃあどうやったらできるようになるんだろうって、うん、結果どうやったら勝てるんだろうっていうところを、うん、教科書がないままやらなければいけないから、その面白さっていうのはまああると思うんだけど、うん、うん、っていう感じなのかな、うん、そこの面白さを感じてる人がちょっと少ないかなっていう、うんうん、イメージだな。職人気質の人がいない。あ、確かにその表現はいいです。研究者というか探求者、職人気質、うんうん、そういう感じの変人が減ってきたなっていう感じ。もっと変人で溢れてたからね。吉高さんってこうプレイヤーとしてやってる時に、うん、なんか自分に感動してました？え、どういうこと？自分に。どういうこと？え？自分に感動する？うん。え？どういう状況それ？いや、あ、俺これできるようになったみたいな。達成感に近いような感動。俺はこういう人だったんだみたいな。まあ思い通りのプレーができた試合って俺の中では2試合で、その時は嬉しかったかな。うん、感動。そうだね。思い返してみるとそうかもしれない。うんうんうん、あとはなんかできるようになってきたとか、うんうんうん、まあ、そういうのもあるね。こういうふうなことをやって、こういう段階を踏んでやっていくとこういうことができるようになるんだっていうのは、俺の体では分かった。うん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 、だけど人の体ではそれは当てはまらないから、伝えない。そうっすよね。だから、なんか僕の中での没入感はそこなんですよね。なんか、うんうん、まあ身長も小さい、サッカーでもそんな、なんか選手になるってことも全くなかったし、まあこれといって明確な夢もないと。うん、そんな中に今、矢野さんに誘えて始めたセパで、うん、ああ、なんか気づいたらいろいろとできるようになってて、だからこう、うんうん、自分に関しての可能性を感じて、なんか感動したんですよね、自分に。うんうんうん、それが気持ちよかったの、すごく、うん。もうそれ、どんどんやってったら自分どんどんできんじゃないかっていう没入感。うんうん、もう、次何しようみたいな、うんうん。で、もちろん難しいっていう、さっき浜が言った難しいからこそ、でもこれってできないよねっていうところをクリアした時にはすごく達成感があったし、こんなん、みんなできてないんだっていうところをできるようになるっていうのと、そんなことがこの162のちっちゃい自分なんかができるんだっていうことの
感動はあったから続けられたっていうような感じかもしれないな。ただでさえだってみんなできないじゃん、リフティング1回2回もさ、サッカーやってるってことだってさ、数十回もできないのに関して平気で今できるでしょみんな。ねえ、まずそれがさ、一つこうちゃんと周りと比較してさ、あ、自分はそれでもこうできてんだというふうなところで感動もあるだろうし、なんかそういう価値も感じてほしいんだよね。その中でさらに俺空中で回って打ってんだよと、しかも左だぜみたいな、左ってだからすげえんだぜみたいな、いうふうなところに自分に関しての可能性とか魅力とかいうふうなものがついてくると、まあ、自分が楽しくなっていくんじゃないかなと思うけどね。めちゃくちゃもう妄想してました。それを表現できればいいかなと思う。あんまりハマとかも、なんだろう、練習と試合とかとこう分けちゃうからさ、よくわかんない。まあよくみんな今までの人たちも言うんだけど、分けるのがよくわかんないんだよね、俺。分け方むしろ上手だな、みたいな感じなんだよね、俺。よくそんなに試合と練習分けれるなっていう。練習。確かに。なんで練習と試合を上手にそうやって区分けれるんだろうな、みたいな。練習してきたままやれば試合になるし、試合のまま練習すればいいんでしょっていう。別々のものをするのかいっていう感じなんだよね、みんな上手に。なんだろう、その高揚感なのかな、試合だっていう。いや、多分それは一つあるんじゃないですかね、公式戦。まあなんかセパーってあのなんか練習試合みたいなっていうのはチームごとでしかやらないじゃないですか。うん。なんかそれがまあ、一気に集結して、なんかイベント感みたいなのはもしかしたら、いやもうこれはもう本当に個人的な意見なんですけど、あるのかもしれない。そこで自分を表現したいから、じゃあそれのために練習する。いやまあそこがゴールではないんですけど、うん、まあ、ちょっとした目的として練習する。うん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 、じゃあ今日は試合本番だ、みたいな。ワクワク感って。とはなる。だからむしろその林さん、飯田さんはどうでしたか、その練習とか試合とかっていうのは全然すみ分けなくやってたんですか。いや俺はもう全然違ったな。ていうか林ぐらいじゃないの。いや、そう思います。いや、そんなこと試合を適当にしてんじゃないですか。もうや、まあ適当っちゃ適当、いつも通りやってるから。いつも通り。それがすごいなと思いますけどね。うん、まあ、緊張もするしな。なかなか一緒にはできなかったな。やっぱり難しいよな。そうか、みんな。え、じゃあ林さんはその国際大会の試合で緊張とかはなかったんですか。緊張することないね。練習その前までの準備段階をたくさんしてるからさ、セパに関しては。で、何も準備をしてない。例えば人前で喋るとかさ。はい、今までやったこともないことを急にここで何分間時間あるのでやってくださいって言われるのは、あ、できっかな、大丈夫かなみたいな不安に駆られるけど、でももうさ、散々してるわけじゃん、セパ練習はい、してるわけじゃん。言うて浜田って4年間、散々してても緊張すんだよみんな。いや、すると思いますけどね。そうか。まああとは一つだから、なんかみんなとその時も練習の追い方が違ったのが、僕もうあの消去法だったんで、練習の仕方がその成功法じゃなくて、あの失敗法の消去法だったんで、これをやっちゃダメ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 で残ったのが正解っていう風なやり方だったんで、あの、この場面だったらきついとか、この場面でこういうのは嫌だっていう、試合した時のこういうのはダメだな、これもダメだな、あれダメだなっていうのをたくさんこうストックしてたんで、まあだから試合でとりあえずどういう風な場面になっててもある程度はまあ想定しているというか、ああこれきついパターンだみたいな、なかなかこれもうこう挽回できないパターンのやつ来ちゃったなみたいな、まあでもこうなったらもうこうするしかないからそうしようみたいな、これで運よくこっちに傾いてくれたらいいなみたいな感じのモチベーションでやってるとかぐらいな感じなんで、そこに来てああで、多分やったことない知らないパターン来たらテンパっちゃうんだと思うんですけど、いっぱいそういうパターンを自分の中でストックしてたっていうのはあれかもしれないね。うん、経験もね、積んでくればそういう
パターンもね増えていくだろうしね。うん、そうですね、うん。めちゃくちゃふと思ったんですけど、なんでセパだったんですか？なんかいっぱいスポーツとかあるじゃないですか。うん、この長くやってってお世話になったりいろいろとやってもらったのがこの競技であって、この競技でまだ返せることっていうのが代表を引退した後にもたくさんあったから、まあ、まずそれをこの競技で返していけるものは返していくし、他のものに変換できるというか貢献できるというか、はい、それが一番今の自分にとってしやすいのはセパタクローだったからかな。飯田さんはいかがでしたか？私、現役まず始めた理由っていうのはあれだな、これは初めて話をするんだけど、高校時代からの親友とアジア大学にオープンキャンパスに来た時に、吊るしボールでめちゃめちゃ高い位置にあるボールをローリングしてて、うわすげえなって思ったんだけど、別にあんまり興味はなかったの。だけど友達がすごく興味を持って、俺あれやりたいんだよねとかっていう話になって、まあそいつは結局話題受からなくてさ、俺一人だけが話題に入ったんだけど、それがきっかけでセパタクローを知り、最終的にはマネージャーに誘われて、綺麗だったからやってみたっていう。綺麗だったからやってみた。でやったら楽しかったっていうのもあったしね。なんか学生時代の夢とかなかったんですか、セパタクロー以外に。セパタクロー以外？はい。ない。ああ、そうなんだ。だからじゃあセパタクローがぴったしハマったみたいな感じだったんですかね。今の学生とかも多分いろんな選択肢があって、いろんな夢があるからこそ悩んでる子っていうのはいっぱいいると思うんですけど、うんうんうん、その辺の人たちに向けてなんか、あればなと思ってたんですけどね。なんかでもお二人とも多分もう大学生の時にはすでにもうセパタクロー一色になってるから。まあだからいながらうん、夢ってなるとまあそこなんじゃない、セパが夢みたいな感じなんじゃない、セパでどうなりたいとか、うん、目標みたいな感じ。多分他に夢があったら俺多分すぐ辞めてるよ、セパは。うん、え、そうなんですか？全然辞めてるよ、そういうのはもうはっきりしちゃうから、うん、他に興味がありながらセパはやるなんてできないな。多分、まあ僕も多分そういう人間だったんですよね。セパタクロー、はい、セパタクローしか結局なくねえ俺にってなって、なんか同期も少ないんですよね、正直。切磋琢磨、わーってなる。もう関西に2人とも置いてきちゃったし。うん、まあ今の子たちに関してちょっとこう何かしらメッセージ的なことを伝えてほしいってなれば、まあせっかくこのスポーツやってるんだったら、まあ本当やれるとこまで没頭してやってみてもいいんじゃないのっていう、せっかくねやってる大学の4年間しかないし、他のスポーツやらないんだったら、とことんやれるところまでやってったら、俺は自分に関してすごく魅力を感じれたよっていう、こんなこと自分できるようになるんだっていうのが感じれたから楽しかったよっていうのがあるから、まあそこまでなんかやってみても面白いかもねっていう感じかもね。で、まあさっき浜子が言ったように、確かに選択肢はものすごく増えてるんだろうなっていう感じはするから、もう選択肢が増えれば増えるほど自分がやりたいことを見つけるのは難しくなってくるとは思うんだけれども、まあ、常に何かしらに興味を持って、興味を持ったことに対してすごく打ち込むと、まあ俺も子供の頃から親に何かを言われた記憶っていうのがあんまりなくて、自由に生きなよみたいな感じだったから、だからね、まあその今の子たちもいろいろとあるとは思うけど、まあ、何か興味を持ったものにまず一生懸命になってみて、まあ、時間は腐るほど多分あるんだろうから、一生懸命なってみてね、それでダメだったら別に他のものを探せばいいし、それだなと思ったら、まあ、ライフワークにできるんだったらそれは素晴らしいことだとは思うから、っていうことかな、うん、何か没頭できるといいよね、うん、何かしらにね、何でもいいけど、まあ、セパやってる人しかこれ聞いてねえから、セパやってるんだったらセパやってるんだったら
まあ、そうだね。もう、うん、本気になってやれるとこまでやってみっていう感じだね。そしたら、きっと、なんか見えるよっていう。ああ。いやいや、それはありよ。なんか一つのことを一生懸命やった人っていうのは、他でも一生懸命絶対にやるしね。うんうん、の取り組み方とかっていうのは、大体どこ行ってもあんま変わんないもんね。うん。そうですね。何でもできる人は何でもできるしね。何でもできない人は何でもできないしね。そういうところなんじゃないか。なるほど。うん。大丈夫ですか、僕全然学生の身分でこんな会話もろくにできない人間ですが、だから浜が欲しい答えがちゃんと返ってきてるかが俺は心配だよ。それが欲しかったっていうその答えが欲しかったかどうかが不安だよ俺は。はい、いや僕は全然そのなんていうかな、答えはいただいているので、そのヒントをやってはいきたいなと思いますけど。そっか、めちゃくちゃいい経験になりました。なんかこういうの初めてだったんで、まあ多分、林さんからすれば多分普段のミーティングとかミーティングというかお話と変わらないんでしょうけど。うん。ありがとうございました。いえ。そうね。まあこういう時じゃないとさ、こう、まあ吉高さんももちろんそうだしね。代表の監督だからそういうふうな話ってできないだろうし、実際どうなんだろうとか、どういうふうに見えてんだろうっていう考え方とかが、聞けるとまた実際のラジオで聞くのとは違うだろうからね。これってでもセパの人しか来ないんでしょ。まあほぼほぼそうでしょ。呼ばないでしょ。いや、決まりはないの。セパラジ自体ですか。うん。あ、いや、セパラジに違う、はい、全く関係ない人が出てくるみたいな。いや、なんか関係ない人、本当はそこ行きたいんですよ、飛び込めたい。あ、そうなのね。なかなかそういうのはないんで今。いやでもそういう方向も OK っていうことにしておけばいくらでもいけるんじゃない、うん、この間だって S リーグカバディの選手見に来てたよ。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう。ありがとうございますとかって言ってたけど。いや、だからそういうのとか欲しいし、他の競技者から見たらセパどう見えてるとかってあったら面白いかなと思ってはいますね。その方が興味あるな。そうですよね。ずっとセパの話してるから。それはほんと狭いもんね。うん。そうですね。だからセパをコアに好きな人は好きかもしれないですし、まあちょっとこう客観的に見る方が好きっていう人はそういうのは好きでしょうね。うん、全然、面白いな。全然超えてって、僕はまあ相手方からすれば何者じゃって話になるんですけど。セパラジっていう名前でなんか全然違うところ行くっていうのはすごく面白い。と僕も思いますね、うん、まあセパから始まってるんだよみたいな。そうですね、なんかオチはじゃあセパなんか一個のキーはセパタクロにつながるものをなんか提案して終わろうみたいなとかでも、うん、なんかセパタクロの未来にもなるし。じゃあまあ一旦それは作戦会議ということで、はい、でも面白そうね。そうですね、ちょっとそれは始めるときもちょっと頭になんとなくあったんですよね、いずれ。あ、そうなんだ。全然違う人とか呼んでみても面白いかもなっていう。そうだね。では浜田君、はい、長々とお疲れ様でした。いや、むしろ聞いていただいてありがとうございます。本当に感謝です、ね、じゃあ浜田君、次の人を紹介してもらおうかな。あ、僕の、まあ、先輩に当たるんですけど、ケータ？めちゃくちゃ、いや、先に言うパターン。めっちゃ仲良くて、まあ、お世話になってるんで、ちょっと出てもらいたいなっていうことで、ハルハラ君を紹介したいと思います。おー、ハルハラ。ハルハラね。彼もまあ、ね、若手の中の期待の星ですね。あいつは話ができるからね。そう、俺よりなんか等身大のスケールがちょっと上がると思うんで、うんうん、ちょっと若手でいきたい。若手って言ったらあれかもしれないけど、まあ若手なんで、うんうんうん、まあ普段から超お世話になってて、うん、うん、ほぼ同期みたいに扱ってるんで、ありがたいことに、うん、はい、まあ、次はそれでいきたいと思います。了解。じゃあ次はハルハラ君で行きましょう、はい、お願いします。はい、では吉高さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。
お願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。お願いします。ありがとうございました。はい、おやすみなさーい。はーい、おやすみー。